久保さん、欲望の、欲望にまみれろにしましょうか。まあ以前ね、ランボルギーリーの話題がこのね、奥長町で合宿で出てね、あの、いろいろと久保さんにご指摘いただきまして、まあその通りだな、と。まああの、頑張ります。<laughs> まああの、なんかね、オープン会一個買いたいんですよ。久保さんもう車さすがにいらないと思いますけど、<laughs> 4台5台あれでしたっけ 僕のオープンカーはね、一個欲しいんですよ。だ今、そのランボルギー・ウラカンの、そのオープンカーか、あの、BMZ4 のオープンカーか。でも、BMZ4 のオープンカーの方がスマートかな、と。まあ、その、まあ、ぶっちゃけ僕のね、R34、うっさいんですよね。<laughs> まあ、別にいいんですけど。 まあ、ランボもうるさいじゃないですか。てうか、うるさいのがエンタメなんで、あれなんですけど。でも、絵的に言うとランボなんですよね。でも、スマートだったら Z4 なんですよ。僕の中では。うん、だからちょっと、オープンカーは絶対買おうかなって思ってるんで、頑張ります。オープンカーはね、なんで買おうかなと思ってる。 この絶対買おうかなとこう思った理由は沖縄行くとね僕毎回沖縄もう4回ぐらい行ったんですけど必ずオープンカーを借りるんですけどで沖縄の街をねオープンカーで走るわけですよもうめちゃくちゃ最高なんですよだからオープンカーにしかない価値があってめちゃくちゃいいんですねもうほんと最高です、ね、まあ沖縄走ってるってのもあるんですけどだからあれはその34じゃ出せない価値なんで オープンカーめちゃくちゃいいっすよ。うん。だからオープンカーは死ぬ前に絶対買います。オープンカーは。うん。だから鹿児島の、鹿児島もまあ、綺麗なとこいっぱいあるんで、鹿児島オープンカーで走ったらすげえ良さそうだなっていう。うん。まあそれで、まあオープンカー買います。はい。まあランボルギーニウラカン、スパイダーか Z4 かまあまあまあいろいろ探します。とりあえずオープンカーですね。うん。 だからまあ欲望、何かね、ようあの、他者、あのブログにも書いたんですけど、他者と比較しないっていうのも結構生きる上でね、生き抜く術としては非常に有効な手段なんですよ。他者と比較しないっていう。自分軸で生きていくっていう。ただ、どうしても人っていうのは影響されますし、欲しいものもあるし、だから僕が幼少期、その貧乏だった時に、 その他者と比較するとまあうちはうち人は人うちはうち人は人っていうね母ちゃんにずっと言われてきたんですけどあのー、まあ比較するとしんどいわけですよだって比較するとうちはなんでこんな貧乏なんだ買えないっていうきついのでだ比較するっていうことを結構幼少期からやめた部分あるんですよねだけどまあお金をこう稼げるようになって思ったことが なんかお金を勉強してね、お金,お,金てお金を稼げるようになって、欲しいものっていうのは自分の意思で頑張れば手に入ると。じゃあ頑張ればええやんっていうね。本当になんかその、不平等じゃないんですよ。少なくてもね、この動画を見てるとか、デバイスあるとかね、まあその、まあ国によっては別ですよ。生まれた瞬間から戦争とかね、食、あ、う、のー、もんも、まあのー、きついとか、そういう環境下でい。 生まれたんだったらわかんないですけど少なくても動画を見れる環境動画を見れる環境があるとするならば動画ができる環境もあるわけじゃないですかだからまあやろうと思えばチャンスは無限大なわけですよ日本ってで稼ごうと思えば、うん、今稼げるわけですよインフラも整ってるしだからまあ、うん、欲しいものは手に入れられるんだから死ぬ前に手に入れて、えー、体験して価値手に入れてで うん、死んでいけばいいんじゃないかなと思いますね。うん、だから欲望を叶えることはできるよと。自分の采配で、うん。だから、なんか我慢するんじゃなくて、そこはが稼げばいいだけなんでね。<laughs> うん、でも、よ僕がちっちゃい頃、小学校2、3年の時はお金を稼ぐっていうのは、まあ、もちろん分かんなかったし、早く大人になりたいなっていうのはあったんですけど。 今はね、大人になななったら自由なわけじゃないですか。別に就職先も自分で選べるし自分の選択でね住む場所も別に自分で選べますよねうんだとネットビジネスでやるかやらないかもうん選べるし全部選べるんですようんであとはじゃあその欲しいものが手に入れられてないっていうのは単純に選択してないだけですよね 久保さんが40から始めてねネットで大当たりしましたって言って言ってねずっと言ってんのにやってない <laughs> まあじゃあ自分もできるんですかはわからないけどもそれは自分がそう思ってるからできないだけであって <laughs> 自分はどうしたいのかって話ですよねでもチャンスはあるよとその,そのチャンスをつかむかつかまないかも自分の意思だし決定てたしでも今の例えばアルバイトをずっとやっててランボルギーニを買えるかまあ無理でしょうね さすがに難しいと思います。うんもちろん、その、本当に車が好きで、年収2、300万でフェラーリ乗ってる人もいますよ。いるんだけど、結構きついですよ。さすがに。うん。だからまあ、まあ、っちけ稼げば買えるんで、だから値札がついてるものは買えるんですよ。だからこれも学んだんですけど、世の中に値札がついてるものあるじゃないですか。それはお金稼げば買えるんで手に入るんですよ。 ただし、値札がついてないものは手に入んないですよ。例えば、値札がついてないものは何かというと、なんだろうな、愛とかね。愛に値札ってなかなかつかないですよね。難しいですよね。とか、友情とかね。友情にもちょっと値札つけられないですよね。とか、あとは、うん、信頼とか信用、うまあ信用はまあお金あるか。ね、信用取引のね。<laughs> まあ、愛とか友情とか、 絆ととかはまあ、ちょっとお金で,買えないで,すよ、ね、でもお金で買えるものは大半じゃないですか。だからそこに関しては頑張ればいいんじゃないかなと思いますね。いってらっしゃい。